じゃあこんにちはって言いましょうか、はい、こんにちは、こんにちは、ごギャラリーが多い。とっとこ鍋太郎スタート。とっとこ鍋太郎100本目の動画になります。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、100本目の動画っていうことで、今まで話してなかった始めた経緯とか、まあこれまでの振り返りとか、うん、まあ、そんなことする動画になったらなと思います。ちゃんと自己紹介したことがなかったので、なかった。そう、まあ、少しだけね、自己紹介を。同じ大学の学生で、今高知県内の大学に通ってるんですけど、うん、まあ、僕がタイガで、僕がコウヘイで、リホです。基本的には僕が編集とかしてるんですけど、うん、サムネとかポスターとか、うん、あとの概要欄とか結構一緒に考えてたりとかも、うん、してましたっていう感じで、こんな感じの3人でいつもやってます。常鍋にね、行き始めた経緯なんだけど、地域おこし協力隊のあやとさん、常鍋に来ないって誘ってくれて行ってみたら、本当にみんなに良くしてもらえて、なんかそれがすっごい楽しくて、また行きたいなって純粋に思って、特に何をするっていうわけでもなく、たまに行っておしゃべりしてご飯食べて、誰か仲いい友達と行きたいなと思って2人もね、誘って行った感じです。どうでした？誘われて行ってみた時、新鮮だなっていうのと同時に、なんか懐かしいなみたいな、地域、田舎、アットホームっていう感じがすごいあって、自分たちに接してくれる感じの安心感っていうのがあっていいなって思ったのと、そこなめ自体がすごい自然のテーマパーク的 なんかいろんなものがあるし、わかるわかる、これからもタイガと一緒に来たらいろんな楽しいことできるし、嬉しい、こうやって接してもらえるんかなと思って好きになった感じ。こっからは YouTube を始めた経緯って話になるんだけど、自分始めた経緯が2つあって、とこ鍋の日常ってなんか自分たち外の人からしたら非日常だな。あんな山奥の道ぐーって行ったところにあんな立派な小学校があって、しかもそこに住民で運営してるコンビニがあって、毎晩そこに飲みに集まってる人たちがいるっていう、それ自体がめちゃめちゃ面白いし、めちゃめちゃ非日常だなと思って、すごい、本当にこの面白さ、この非日常な感じを誰かに知ってほしいなって思って、まあ、っていうんで、まあ、YouTube 始めたのが一個あって、二つ目の理由が、そんなめちゃめちゃ面白いとこ鍋集落、人のつながりも良くてめちゃめちゃ楽しいとこ鍋なんだけど、なんかやっぱり50年後も今の姿のままかってなったら、またそれはちょっと違うと思って、とこ鍋の形って多分どんどん変わっていくと思うので、もちろん形が変わっていくことってネガティブな印象だけじゃなくてポジティブなこともいっぱいあるんだけど、でも自分は今のとこ鍋の人たちがすごく好きで、なんかこの今のとこ鍋がなかったことになっちゃうのってすっごい寂しいなって思ったのね。とこ鍋集落がこうやって維持されてきて、これだけの努力によって成り立っていたんだよっていうことが空に残ってるだけでもいい影響を与えられるんじゃないかなっていうふうに思って、大好きなとこ鍋をそもそも知ってほしいっていうのと、うん、この大好きなとこ鍋を動画っていう形で残したいと思って始めたみたいな。そう、あー素敵だ。とこ鍋の歴史を一回調べようと思ったことがあって、うーん、なんだけど歴史資料って本当に残ってなくて、昔の人残しておいてくればよかったのになってすごい思ったんだけど、でもよくよく考えてみたら自分らも今の時代を残す努力ってしてないなって思ったの。自分らの代だけでも常鍋だけでも残しておくことに何か価値があるんじゃないかなっていうふうに思ってて、だからね、 YouTube で発信するっていう形を取りつつも、これをその将来に映像として残しておくっていうような意味合いを込めて、この YouTube はやらせていただいてます。はい、こんにちは、こんにちは、はい、いただきますわ、はい、いただきます。じゃあ、じいさま、はい、どうぞ。いろんなことしましたね、楽しかったね、うん、初めての動画撮った時はリホと一緒で、私がね、カメラ回したもんね、初めて。あ、そうで、しかもさ、のぼるさんも自分もさ、すごいたどたどしくてさ、そう、一応初めの動画ね。そう、有宮神社いつつもあそうだ、有宮神社の前日だ。そうだ、おみくじだ。帰ったらGがいて、コンビニのさ、レジしたかな、覚えてる。あのGがめちゃめちゃ可愛かったよね。やってた。うどん作りは、ちょっとまず寝坊したと思って。で、急いでパジャマで作ろうって。あ、そうだ。だからパジャマなんだ、あれ。そう、パジャマで急いで作ったの。え、2人とも朝弱いの？自分弱いよ。自分、起
こすけど、あ、起きんのや、そう、起きんくて、でもさ、もう一回寝るじゃん、そしたら起きなかったの、でもいいやってなってるでしょ諦めるんか、デリホタル飯作りです、あー、お邪魔作りです、取ってつったそうそうそう、その場で食べて放送事故だって言いたい、そう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 、つかる頃には二十歳になってるよっていう話をしながらつけて、誕生日になって飲むお酒がさ、自分でつけたお酒なのすごいよ、いや、いいなそれ、あれめちゃめちゃ良かったよね、あとめっちゃ美味しかった、あ、めっちゃ美味しかったんだ、本当に美味しかった、小平と一番思い出深いというか、まあ、あの自転車で徳川に行ったやつ、帰りの帰りが一番しなかった本当はね、暗くなる前に帰り着くように出ようってのしてたんだけど、昼寝をしたの、起きたら雨も降ってて、夜になりかけてるし、出る前から雨降っとった、降ってた、うわ、ラムネも飲んだし、流しそうめんしたし、あ、した花火もした、花火もしたし、なんか夏詰め込んだ感じの3日間だった、あと個人的にめちゃめちゃ思い出深かったのといえば、鶏さばきかな、男鍋で飼ってた鶏がいて、それをさばいて食べることがあったんだけど、昔というか、まあ、今もだけど、男鍋ではさ、普通に行われてることじゃん、その命をその場でいただいて、そのまま食べさせていただくっていうことってさ、今もしてきてることだから、それをやらせてもらえる経験って本当になかなかないし、これを残しておくことも今の価値だよなと思って、なんかあれできたのすごい良かったなって思ってるし、あれは男鍋の文化だしね。そもそもあの森の巣箱ってのぼろさんが立ち上げたもので、毎晩毎晩のぼろさんも巣箱来てて、あそこにいると思うけど、誰よりもなんかあそこで盛り上がるの大好きなんだろうなってのぼろさん見てて思うんだよね。いつもさ、カラオケやり始めようとかさ、なんかしようって言い始める大抵のぼろさんじゃん歌いやーって言うあ、でもあの時さ、歌うたなくて本当大変だったんだよねのぼるさんの奥さんで、あの森のお店っていう、いつもみんなが集まってるでしょ、の店長が、その子さん、自転車で行った時もさ、そう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 、自転車で行きますって佐藤さんに LINE したのよ、そしたらなんか着く頃に合わせてご飯作ったって、うわすごい、そう、着いたらあったかいご飯だし、そう、こういう人物紹介で一番自分が伝えたいのは、やっぱね、とこなべのアイドルG ですよ。かわいい。かわいい。本当に大好き。自分マブダチだから。G ってさ、トコナベの人たちからさ、本当に信頼されてるじゃん。うん、自分がトコナベにこうやって馴染むことができた、受け入れてもらうことができたのって、G と仲良くなれたから。あやとさんのおかげで、トコナベにね、入ることができたから。きっかけやもんね、トコナベ来るきっかけ。ほんと優しいよね、優しくて明るくて面白くても賢くてもう全てが確かにそうね、もういやでもほんとにさ、ひよこいたじゃんか、あんで今ニワトリになってるじゃんか、もうあやとさんが孵化させたの、卵から、そうこれぐらいなのよ、ほんとに最初のひよこ、もうめちゃめちゃ可愛くて、今こんなでつついてくんだよ今ね、あの紹介したのは本当に常滑の方々の中でも一部の方で、本当こんなに面白い人たちいっぱいなんだよっていうのを紹介したいんだけど、やっぱり鍋太郎って常滑の方々のおかげで成り立ってるなっていうのを本当に強く感じて、常滑の魅力とか今の姿って常滑の方々自身がすごく努力をして、すごく時間をかけて作り上げてきたもの、自分らはそこに入らせてもらってるだけで全くすごくなくて、今の姿を50年後100年後に残すっていうことを目標に、なんかこれからも続けていきたいなっていうふうにすごく強く思ったので、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします今日100本目振り返ってみて、いろんなことがあったなと思って、よくしていただいてっていうのもすごい楽しいから、これからも僕も通っていきたいなと思います。普通の大学生を送っててできないことっていうのを常鍋でいろんなことをさせてもらってる、もう愛も感じつつ成長もできるみたいな、あ、そうね、本当にもう私得でしかないこれからも常鍋に行けたらいいなと思います、動画も撮っていきましょう、撮りましょう、ということでこれからもあの常鍋の皆さんも、あのご覧になってくださってる皆さんも、あのぜひ応援というか、あの見てくださったら、あのそれがすごく嬉しいなっていうふうに思います。でこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこれでね、今日の100本目の動画終わりになります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで見てくれてありがとう、また見てね ー